さあやっていきましょう。超巨大ボスバトル、ラプソーン。めっちゃ紫。おはようございます。こんばんは。たんちゅんです。ご視聴ありがとうございます。本日はおそらく皆さんが一番周回するであろうラプソーンのレベル10をやっていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知登録のベルマークもよろしくお願いいたします。では早速行きましょう。冒険、イベント、暗黒神ラプソーン。前回までの動画で前半、後半と2本出させていただいたんですが、そちらで詳しく重要ポイントの方を解説させていただきました。そしてレベル10をね、まだ初見やってませんので、こちらやっていきたいと思います。敵情報は HP が153,000となっております。めちゃくちゃ高いですね。ということで、ちょっとね、前回のパーティーとちょっと変えまして、こんなパーティーでやっていきたいと思います。今回はリーダーをグレートドラゴンにしました。4凸 S7 です。特技は多分、吹雪を基本使っていくと思います。プラス10です。耐性はドルマ等倍なので、立ち回りには気をつけていかないといけないですね。そしてグレドラが優秀なのが、ドラゴン系域力を 20% 上げる。これがね、かなり優秀だと思いましたので、今回適用させていただきました。続いて、ラコステ。トマホーガー S75 凸レベル120。特技は基本、ボルケーノフレーム、プラス10使っていきます。ドルマ激減なので、ここはかなり優秀ですね。はい、混乱も無効となっております。めっちゃ大事。3体目、ダークミニアム。ランク S7、1凸レベル120。今回はグランドクロスプラス10、魔人の絶技プラス10使っていきます。多段攻撃がね、必要なんで、とても重要です。ドルマは等倍となっておりますので、ここもかなり気をつけないといけません。4体目、デボラ。ランク S7、4凸レベル120。ここも凸はあんま関係ないですね。ドルマが等倍ですので、耐性はここはちょっと無視しております。はい。タイガークロープラス9を使って、闇の大結界をしっかり解いていくと。そして、強熱舞踏撃プラス10使っていきます。最後は、クレリア。耐性はドルマ激減と、めちゃくちゃ優秀です。ランク A7 5凸レベル120。特技は、安らぎの風、マヒャド使っていきます。装備はね、その都度、また変えていったらいいんじゃないかなと思いますので、こんな感じになっております。それでは、暗黒神ラプソーンの大体の行動パターンが分かりましたので、その行動を読みつつ、立ち回りを確立していきたいなと思っております。そして前回は9ターン目で終わっちゃったので、9ターン目、10ターン目の行動もね、今回はちょっと見ていきたいなと思っております。うまくいくかな？初見プレイなんでね、ミスったらごめんなさい。会心出たら終わりです。では、行きましょう。出発する。さあ、めっちゃ紫、ラプソーンやっていきましょう。入れ墨入りまくってんな。ということで、初期配置は、音切って、こんな感じでいきましょうか。はい。それでは、戦闘、開始。って顔しょんな。では、グレドラは、前に行って、吹雪入れていきましょう。ダメージどれぐらい出るかな？吹雪。8500。そりゃ強いわ。そりゃ強いですわ。強熱舞踏撃。4890、いいダメージ。トマホー側もボルケーノフレーム打ちましょう。6500、いいダメージですね。では1ターン目は混沌のドルマと叩きつけるをおそらく使ってくると思いますので、叩きつけるはここなら食らわないですが、3体に当てていきましょう。初めはマヒャド3105、いいダメージ。ダークドレームは魔人の絶技で守備力でも下げていきましょうか。魔人の絶技1260。あ、1段階下がった。はい、ドルマですね。はい、腕を叩きつける。2段目。はい、2ターン目も混沌のドルマと次の攻撃準備なので大丈夫です。行動パターンがレベルで変わらなければレベル9と同じでいけるかなと思います。では吹雪、黄熱舞踏撃。うわ、会心出た。めっちゃダメージ出るな。ボルケーノフレーム。ダークドレアムはさらに魔人の絶技で下げていきますか。守備力をもうちょっと下げましょう。じゃあ下がってね。あ、下がらなかった。では続いてさらにそのままマヒャド打ちますか。まだ大丈夫かな。ではマヒャド。はい、混沌のドルマ。はい、予想通りですね。あ、ちょっとダメージ上がっていきましたね。はい、攻撃準備。はい、3ターン目はですね、混沌の落星とおぞましい雄たけびをおそらく打ってくると思います。はい、混沌の落星は多分この範囲で打ってくるので、このまま予想通りって感じですね。グレドラはこの位置でそのまま吹雪打ちましょう。吹雪。めっちゃいいダメージ。デボラをこの位置いると危ないし、おぞましい雄たけびを食らうと、混乱になる可能性がほんまはあるんですが、無効です。デボラ優秀。ということで、強熱をここで打ちましょう。おぞましい雄たけびは、まあ大丈夫と。で、トマホーガーは混乱無効だったので、はい。このままボルケーノフレーム打って大丈夫ですね。ボルケーノフレーム。で、ダークドレアムだけ、これね、混乱されちゃうと、次の、大結界をね、なんとかダークドレアムにやってもらわないといけないので、ダークドレアムはこの位置まで下がりましょう。ここなら多分ダメージ受けなくて済みます。待機でクレリアこっちに移動して、クレリアも、混乱半減なんですけど回復を入れたいので頑張って混乱耐えてね。ここはちょっと賭けですね。はい、混沌の落成、これは避けてます。おぞましい雄たけび、はい、混乱やめてね。はい、クレリアだけ大丈夫ですね。はい、大結界入りました。はい、これをしっかりと、あ、グレドラ早いな、しょうがないな。ここは通常攻撃にしときましょう。通常攻撃でダークドレアムはここで5回下げてもらうと、あと1回ですね。じゃあここはタイガークローにしましょうか。タイガークロー、はい、これで解除できました。上行ってボルケーノフレーム。はい、このターンは、4ターン目大きくよろめいて何もしてきません。発動条件は大結界を全部解除するというところが大事なところです。ではここ何もしてこないので安らぎの風で回復しとくか、回復しときましょうか。まあ、別にマヒャドを打ってもいいと思うんですが、まあ、余裕はあるので安らぎの風。はい、大きくよろめきました。大ダメージ狙えます。5ターン目、あ、デボラ邪魔やったな。デボラ1個左でよかったですね。このデボラの位置に行って吹雪打つのがいいと思います。まあ、デボラでね、真ん中の急所を打ちたいのでちょっと1回下がって吹雪打ちましょう。でダークドレアムは、5ターン目ここね、漆黒の彗星というものを打ってきます。漆黒の彗星、ここはもう全面食らうんで気にせず魔人の絶技入れましょう。魔人の絶技ならもしかしたらここ入るかもしれません。会心出るかな。当たってどっか、あ、当たりましたね。2回当たりました。あ、いいダメージ出てる、素晴らしい。じゃあタイガークローでさらにダメージ稼いでいく。あ、素晴らしいね。はい、ボルケーノフレームを打ってあと 32%。 はい、クレリアは、あ、MP なくなってしまった。失敗。MP なくなっちゃった。ここほんまはね、この位置からマヒャドをね、上に打つことができます。MP10 足らん。残念。ということで、ボミエ関係ないし、ナトスも関係ないな。一旦待機しましょう。待機。ここでマヒャドを打った手で。はい、腕叩きつけてくる。次、漆黒の彗星打ってきます。漆黒の彗星。ん、なんとか耐えましたね。OK。6ターン目。はい、6ターン目はですね、ここ重要です。ダークウォールを打ってきます。ダークウォールはですね、前1マスにかなり大ダメージの呪文を打ってきますので、ここはダークドレアム一歩下がりましょう。グランドクロス。しかも、さらにここ、しもべ呼んできます。グラクロ。2144。そして、ダークウォールを食らう必要がないし、グレドラ、ドルマ耐性ないので、その場で、吹雪。これの方がいいですね。でデボラも耐性ないので下がってブチ切れモードで回復しておきましょう。トマホーガーは一歩下がってボルケーノフレーム、まあどれも耐性あるんでいいんですが、まあ、クレリアに回復してもらえるし、ここでボルケーノフレーム、クレリアは安らぎの風でも入れておきましょう。安らぎの風、はい、レベルがね上がっていったら多分ねダメージ量も増えてくると思いますんで、はい、これでダークウォールはかわせました。そしてしもべを呼んでくる、はい、ダークドレアムのグランドクロスを入れたいのでこの位置からグラクロ、あ、ダメージもラプソンに入っていく、素晴らしい。ではダークウォールね500ダメ、はい、狂気マスがね500ダメ食らってしまうのでここはその場から吹雪打っていきましょう。吹雪、あ、ブチ切れモードさっき意味なかったですね。はい。さっきの6ターン目でブチ切れは入れない方がいいと、狂気マスが出てくるんで意味ないですね。じゃあこの辺から鮮烈続きでも打っときましょうか。しょうがない、鮮烈続き。トマホーガーもボルケーノフレームその場から打ちましょう。お、あと 13%。 結構余裕ですね。じゃあ回復も必要ないので、この7ターン目はですね、叩きつけと、もっぱつ大決壊してきます。さあどうですか。はい、腕叩きつける。配信はやめてね。はい、大決壊もう一回発揮しますね。はい、レベル9と同じでよかったです。狂気マスは消えます。8ターン目、8ターン目もですね、大きくよろめく、そして大結界を失うとよろめいて弱点が出るという形になりますので、ここはダークドレアムの出番ですね。魔人の絶技でしっかり回数5回やっていきましょう。あー、ここデボラが素早さ早い方がいいな。まあ、しょうがないか。吹雪打ってもダメだよね。ダメですね。はい、あそこは吹雪はやめましょう。じゃあここはあと1回なのでタイガークローを打って、はい、2発分は当たると。はい、大結界を阻止できました。そしたら、あ、ドレアム右の方がいいな。トマホーガー上に行った方がいいですね。はい、このターンは8ターン目ですね。じゃあクレリアは安全を期して回復でもしときましょう。鎖の風。はい、大結界を失って、急所があらわになりました。9ターン目。はい、本当はね、ここで急所入れたいんですけど、今回10ターン目と11ターン目ちょっと見たいので、残り HP1 万ですね。じゃあまあグラクロ、あ、会心出たらあかんか。じゃあヘナトスを急所に入れたろうか。ヘナトス。下がった。まあ2段階でしょう。そこは2段階ですね。じゃあ一旦、このターン何してくるか、前回は見てないので、一旦様子見ましょうか。一番怖いのが、この闇の引力、左から1357。の列に時々移動封じのねドルマ大義打ってくるんで、これがもし食らうときついなということで、1357、じゃあこの位置やったら大丈夫かな。一応相手の動き見たいと思います。この位置なら大丈夫。この辺いとくかな。トマホーガーもこの辺いといて、回復でもしときましょう。はい、9ターン目は急所が消えて漆黒の彗星、ドルマ耐性下げられる。ダークウォール。あ、一番前おったらあかんやん。危な。危な。しかも抜群になってるし。漆黒の彗星とダークウォールですね。うん。ということは、9ターン目は、漆黒の彗星はね、多分全マス食らうんで仕方ないんですけども、ダークウォール食らうんで、一番前の列は開けときましょう。じゃあ10ターン目何してくるかを見たいので、そろそろあれ打ってきそうな気するんですけどね。闇の引力。移動封じされると困る。1357に打ってくるんで、この位置で一回待機しておきましょう。待機。この一発待機して、この待機して、待機して、ちょっとクリア回復しといて。あ、闇の引力やっぱ打ってきた。危なっ。闇の引力と攻撃準備。あ、やっぱりこのターン見てよかったです。闇の引力めっちゃやばいんで、移動封じされるとねもう何もできなくなっちゃうので、ここは避けながらブレスで攻撃していくのがいいですね。はい、ではもうね11ターン目は おそらくほぼほぼ、特性のね一番最後に、終わりの時と11ターン目の行動開始時、全部上げると多分大ダメージ食らうんで、ここで落としに行きます。マジの手つき。はい、風吹き打っていきましょう。風吹き OK。 今のは11ターン目かな。10ターン目の行動を見たんで、はい、11ターンですね。あ、報酬も美味しい。開花の花虹ということで、全力でね攻撃していけば、おそらくレベル12ぐらいまでは1回討伐できるんじゃないかなと思います。もしね MP が切れるようなら武器をちょっと変えていったりして、 HP が足らないようだったらまた装備を調整しましょう。はい、私もねちょっと次は初見プレイじゃなくてレベル12、13あたりをやってみて、ここなら1回討伐が安定してできるなというところを見定めて、立ち回りも確定してから動画ね、また作りたいと思っております。それでは本日はご視聴ありがとうございました。ラプソンいいね。なかなか面白いじゃないですか。もうええでやんがす。